ブリュ、フランス語で発行されたパンフレットより、エーラロガペルーだ。ブリュは、フランス北部サルト県に伝わる怪物。中世世紀後期頃、ユイヌカワソイニスミラフェルテベルナール氏など一体を荒らしたと伝わる。邪頭ダビで、丸い胴体に緑色の長い体毛が生え、中には有毒の差しがいくつも紛れていた。洪水を起こし作物を枯らして、危機を及ぼし、家畜や人間を喰らい、 獣も人も尾で撃ち殺した。ついに、アニエルと呼ばれる祝徳の乙女を英字機にしようとしたところ、その婚約者の件で急所の王咲かれ退治された。ラフェルテベルナールのケムクジャラ銃などとも紹介されるが、ユイヌガシに住み、ラフェルテベルナールの死骸にまで出現したこれは、中世世紀あるいは、中世後期15世紀のことと伝えられる。フランスでは、ブリュ。 ケムクジャラと民衆によって命名されたが、ホルヘルイス・ボルヘス著、ョ、現住辞典では、ペリューだと、スペイン語訳した名で記載されている。古くは、サルト県で発行されたブリのパンフレットに、説明文が残されている。ボルヘス、現住辞典の記述内容は、作家クロードロアが文章を寄せた、写真集の内容に詳細がよく似ており、地元の学級コレドニエデトリーの論文や、 先例のパンフレットともお,およそ合致する。フランスの資料によれば、蛇のような頭と尾を持ち、お牛ほどの大きさで、体型は卵型、緑色の長い毛で覆われ、その合間から刺されは、致死性の鋭い棘が突出し、亀のような横幅のある足をしていた。同族の仲間として、タラスクというタラスコン氏や、ーケール氏に名高い厳重が挙げられると、コルドニエデトリーは意見している。 他にも、これらをひっくるめて、ドラゴンの一種に指定する解説が見られる。民間伝承によれば、ブリは、ノアの箱舟には乗船させられなかったものの、大洪水を生き残ったのだという。後世になると、中世フランスのユイヌ川の岸辺に住み、近辺の村落を荒らし、ラフェルテベルナール市街までにも襲来して、同志の防壁など、竜蛇のような尻尾を振り回せば、人間も動物も撃ち殺せた。 過去すなわち牧作内を襲っては、中の家畜をことごとく食らってしまう。追い立てられると、ブリは、イ犬川に入り、これを氾濫させて、洪水を起こし、作物に、甚大な被害がもたらされて飢饉が起きた。ボルヘスは、怪物が火炎を発して、作物を起こしさせたとしているが、これは、火炎放射の口で作物に火をつけるというロアの描写と、一致する。人間も遅い食い殺し、 特に児童や若い女性を狙うのだった。だが、待ちきっての祝女を捉え食おうとしたところ、娘の婚約者がやってきて、剣でを切り裂き、そこが弱点だったことから、ブリは即死した。怪物が倒された場所は、イブレレベックの橋だと伝わっている。この勝利は、後ながらクラフェルテベルナールやコネレの町で祝され、民衆は怪物を剥製にしたか、エンバーミングしたと伝えられている。ブルの描画が、 前日の1889年発行の救済パンフレットの表紙にあしらえられている。法書では例えば、幻想世界現住時点のペリューダを掲載。テラコッタ製の素像が、ブリュ像として、トゥーフェ市の修道院に安置されている。ラ・シャペル・サン・レミ市へ続く、道路脇の溝で発見されたものという、トゥーフェの広場には、ブリュ噴水が2007年に設置されている。ボールディクは、 ブルが再びペルシュエメロードトックに出現という設定のゲームアプリでラフェルテベルナール観光局が配布したスクウェア社のクロノトリガーのラスボスであるラボスがペルーダに似ていると指摘されるありがとうございます